はい、皆さん、Bonjour、トシカキューバーです。今日は間違いない米国株 ETF トップ5ということで話していきます。ETF 上昇投資信託は安定した資産形成に欠かせないツールです。特に海外の ETF は魅力的なんですけども、例えば SBI 証券を確認しますと、地域 ETF、先進国 ETF、新興国 ETF、セクター ETF、債券 ETF、コモディティ ETF とアクティブ ETF もあります。その中で米国株 ETF は一番魅力的なんですけども、それに絞っても300円以上の ETF もあります。どれがいいのか、なかなか選びにくいですね。ということで、今日は間違いない米国株 ETF トップ5を紹介していきます。BOO、VTI、VT、BYM と AGG です。それぞれ見ていきましょう。まず BOO です。BOO は世界中に最も注目されている指数、S&P 500に連動している ETF です。S&P 500は米国優良企業500社で構成されています。BOO は日本でも大人気で、楽天証券の米国 ETF ランキングを見ますと1位です。BOO は509銘柄で構成されています。あれ ?500 社なのに509銘柄?それは、議決権の有無などによって複数の銘柄を出している企業があるからです。例えば、Google はクラス A とクラス C の銘柄があります。信託報酬。この ETF を保有する年間コストは 0.03% で非常に低いです。利回りは 1.34%、株価は9月29日時点で 400.14 ドルです。BOO のコースを見ますと、上位10社は全体の 28.47%、約3割を占めしています。どんな企業かというと、皆さんも必ず知っている大手米国企業です。Apple、Microsoft、Amazon、Facebook、Google、Tesla、NVIDIA、ウォーレン・バフェットさんのバークシャー・ハサウェイと JP モーガンです。先ほど説明しましたけども、Google はクラス A とクラス C の銘柄がありますので、ここで2回カウントされています。BOO のセクターを見ますと、情報技術は 28.02%、ヘルスケアは 13.4%、一般消費財は 10.96%、通信サービスは 10.42%、金融は 10.15%、資本財は 8.19%、生活必需品は 5.74% と、その他 10.09% です。すべてのセクターが入っていますので、適切な分散になっています。また、セクター別の代表的な企業を紹介しますと、情報技術は Apple、Microsoft、Google など、ヘルスケアはジョンソン・ジョンソンとファイザー、一般消費財はナイキとマクドナルド、通信サービスは AT&T とバライゾン、金融は JP モーガン、消費財はボーイングと 3M、生活必需品はコカ・コーラと P&G です。S&P 額はすごいでしょ?BOO の5年間のチャートを見ますと、もちろん下落することもあるんですけども、ずっと右肩上がりです。5年間でプラス 105.5%、倍以上になりました。次は VTI です。VTI は米国市場に上昇している全ての企業で構成されています。S&P 額の500社に加えて、残っている3400社以上も含まれています。合計 BTI は3980銘柄で構成されていますのでかなりの数です。楽天証券の米国 ETF ランキングを見ますと BTI は2位で日本でも大人気です。信託報酬は 0.03% で非常に低いです。利回りは 1.4%、株価は9月29日時点で 224.34 ドルです。VTI のコースを見ますと、上位10社は全体の 23.39%、約4分の1を示しています。どんな企業かというと、BOO ですでに見たメンバーばっかりです。Apple、Microsoft、Amazon、Facebook、Google、
テスラ、NVIDIA、バークシャーハサウェイと JP モーガンです。ビューと全く同じです。VTI のセクターを見ますと、こちらも美容に似ています。美容度の違いとして、構成ペからの時価総額です。VTI では、米国市場全体をカバーしていますので、大型株だけではなくて、中型株、小型株、ミクロ株まで含まれています。S&P 額に採用されるために非常に厳しい条件がありますので、ある程度成長してから採用されますけども、VTI の方で先に含まれます。例えば、テスラは2020年12月にようやく S&P 号に採用されましたけども、上昇してからずっと VTI に入っていますので、プラス面もあります。その影響もあって、VTI の5年間のチャートを見ますと、プラス 105.82% の上昇で、わずかですけども、実は BOO、S&P 号に勝利しています。次は BT です。VT は全世界の株式に連動している ETF です。世界47カ国、合計9099銘柄で構成されています。楽天証券の米国 ETF ランキングを見ますと、10位なので BOO と BTI 報道の人気ではありませんけども、上位に推移しています。信託報酬は 0.08% で非常に低いです。利回りは 1.56%、株価は9月29日時点で 102.65 ドルです。VT の構想を見ますと、上位10社は全体の 13.97% を示しています。どんな企業かというと、また同じ企業になってしまいます。Apple、Microsoft、Amazon、Facebook、Tesla、NVIDIA、JP モーガンとジョンソン・ジョンソンです。バークシャーはジョンソン・ジョンソンに入れ替えられたぐらいです。VT のセクターを見ますと、こちらも適切な分散になっています。VT の特徴は47カ国の銘柄で構成されていることです。どんな国かというと、予想通りに米国は一番大きな割合を示しています。58.06%、全体の半分以上です。その後、日本は 6.44%、イギリスは 4.01%、中国は 3.9%、カナダは 2.78%、スイスは 2.64%、フランスは 2.51% と、その他は 19.66% です。先進国、新興国、途上国も含まれています。VT の5年間のチャートを見ますと、プラス 72.28% の上昇です。BOO と BTI よりは低いですけども、主に新興国株の影響で少し端を引っ張られています。次は BYM です。BYM はアメリカの高配当株に連動している ETF です。楽天証券の米国 ETF ランキングを見ますと、11位ですので人気です。413の銘柄で構成されています。信託報酬は 0.06% で非常に低いです。利回りは 2.83%。株価は9月29日時点で 104.4 ドルです。BYM のコースを見ますと、上位10社は全体の 23.6%、約4分の1を示しています。どんな企業かというと、ようやく中央企業になりました。JP モーガン、ジョンソン・ジョンソン、ホームディポ、P&G、バンクオフアメリカ、ファイザー、シスコ、コムカスト、エクソンモバイルとバライゾンです。安定した大手米国企業です。BYM のセクターを見ますと、こちらも適切な分散になっています。比較的に儲かっている金融、ヘルスケアと生活必需品セクターは多いです。BYM の5年間のチャートを見ますと、プラス 46.27% の上昇で、そんなに大きくないんですけども、高配当株の目的は配当なので、株価が上がるのは大負けです。最後は AGG です。AGG は株式ではなくて、債券の ETF です。米国の総合債券市場に連動しています。総合債券というのは、国債だけではなくて、社債、モーゲージ、地方債も含まれているんですけども、国債と社債は大きな割合を示しています。合計9714の債券で構成されています。
進学報酬は 0.03% で非常に低いです。利回りは 1.83%。株価は9月29日時点で114.77ドルです。AGG にある債券の価格付けを見ますと、AAA 債券は 69.48%、投資的国債、BBB 以上は 30.52% です。債券の価格付けというのは、この債券はどのぐらい安心なのか、ちゃんと返済されるのかを表すものです。この表になりますけども、債券の価格付けは BBB 以上であれば、投資的額、買っても安心ということです。逆に BB 以下だと、投機的過去付けといってギャンブルに近い債券になりますので、安全な債券ではないということです。AGG の場合は、すべての債券は BBB 以上、7割程度は AAA なので、非常に安心できる債券です。めちゃくちゃ安心できる債券なので、AGG の価格はめちゃくちゃ安定しています。5年間のチャートを見ますと、わずかプラス 2.52% の上昇です。もちろん少し上がったり下がったりしていますけども、株式レベルの変動ではありますので、安心して長期保有できます。では今日のまとめです。今日は間違いない米国株 ETF トップ5を紹介しました。S&P 国に連動する BOO、全米国株に連動する BTI、全世界株に連動する BT、アメリカの高配当株に連動する BYM と、米総合債券に連動する AGG です。どちらも非常に低運用コストで優れている過去の実績のある ETF なので、投資を検討してもいいのかなと思います。ただ、注意点なんですけども、BOO、VTI、VT と BYM のチャートを比較しますと、ほぼずっと一緒に動いていることは確認できます。要は、連動が大きいので、複数の ETF に投資してもあまり分散投資になりますので、注意してください。特に、先ほど説明しましたけども、BOO、VTI と VT の上位10社を見ますと、上位8社は全く同じです。要は、投資先がダブってしまいます。本当の分散投資として、株式に加えて、債券に投資すれば良いです。ここは、BOO と AGG の比較ですけども、AGG はずっと安定していることがわかります。特にコロナショックの時に BOO は 30% 以上暴落しましたけども、AGG はわずかの下落で、しかもすぐ戻りました。要は債券は株式の暴落への備えとなりますので、投資の検討してもいいのかなと思います。結論として、こちらの ETF を組み合わせて、本当の分散投資を目指すのであれば、BOO、BTI と BT の組み合わせは一番ダメです。この3つの ETF に大きな割合を示している企業は同じなので、3回同じ企業に投資してしまいます。ちゃんとした分散投資として VT、BOM と AGG の組み合わせが良いです。投資のリスクも下げることができますので、ぜひご検討ください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画は良かったと思っている方は、ぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはブログとツイッターもやっていますので、ぜひフォローお願いします。リンクは概要欄に貼っていますので、ご確認をいただければと思います。最後に皆さんから何か説明してほしい内容がありましたら、ぜひ下の方にコメントしていただければと思います。コメントに必ず回答しますので何でも言ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回です。